路線バスに乗って佐賀市の魅力を発見するこの番組。ここ佐賀駅バスセンターから毎回違う路線に乗ってバスルートを紹介していきます。今回もご紹介いただくのは井上さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回も昭和バスの大崎さんにご案内いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご案内する路線は、昭和バスの神崎見附線と大和経由で小木方面へ向かう中国線になります。それでは早速神崎見附線まずは紹介したいと思います。では早速バスに乗り込みましょうか。よろしくお願いします。昭和バスは唐津市に本社があり、唐津地区を中心に路線を持つ会社です。この神崎見附線は神崎市を回って見附に進みます。まずは片田へを回って神崎方面に進みます。見附方面へ向かう路線なんですが、大宝通りを経由するんですね。はい。神崎見附線は佐賀駅バスセンターから呉服元町、大宝通りを経由し、国道34号線を神崎方面、さらには見附方面へ向かう路線になります。こんにちは。昭和自動車新入社員の伊沢健人です。この神崎見附線は広田駅から先見附車庫まではフリー降車となっております。お客様の好きなとこでお降りすることができ、お降りの際は運転手までお申し付けください。大変便利となっておりますので、ぜひご利用くださいませ。佐賀市へ入りましたね。はい。この辺りってリンゴ園がありますので、秋の収穫の時期、リンゴ園のリンゴ狩りのお客さんで多いですよね。多いでしょうね。三ツ瀬温泉がありますね。はい。ここで降りると三ツ瀬温泉、やまびこの湯が近くにあります。やまびこの湯の入浴料は中学生以上が510円ですが、佐賀市民割引として夕方5時以降、中学生以上の方は200円で入浴できます。必ず住所のわかる免許証などをご提示ください。この辺りの国道263号線沿いといえば、まあ、お蕎麦屋さんはもちろんですが、美味しいね、カフェだったりいろんなお店がありますからね、はい、ぜひ下車して散策するのも楽しいでしょうね。そうですね。三ツ瀬車庫に着きました。はい。ここで降りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、三ツ瀬車庫前に到着をしましたね。はい。ここね、すぐそばは小中一貫校三ツ瀬校があったり、三ツ瀬支所があったりと、本当にね、この三ツ瀬の街の中なんですが、今回の神崎三ツ瀬線、神崎駅前を通ってここ三ツ瀬まで、この市街地からこの山手の風景まで本当に楽しむことができましたね。次は中国線になります。佐賀駅バスセンターから新地を通り小木方面へ向かう路線になります。佐賀駅バスセンターから小木方面へ向かう路線は、片田を経由する佐賀唐津線と今回ご紹介する中国線になります。
総合体育館前です。昭和バスは国道263号線を北上する路線が3つありますので、この区間の施設を利用する方は昭和バスを利用されることが多いかと思います、うん、このね、総合体育館前ですとイベントがあったりスポーツの大会ですとか、土日は特にね、ご利用される方も多いでしょうから便利ですよね、はい。ここを右折するんですね。はい、そうです。ここから国道263号線の旧道を通ります、うん、近くに見えますね。あの、大崎さん、このイオンモール佐賀大和の近くに停まる路線はありますか？はい、もちろんございます、佐賀行きバスセンターから佐賀営業所行きの路線が、停車いたします。今回ご紹介する中国線はグリコ乳業前が最寄りのバス停となりますので、はい、お間違えとなさらないようにお気をつけください、はい、でもね、こうやって近くにあるとお買い物も便利ですよね。はい、ここは虹のバス停ですね、はい。まあ、虹のバス停といえば本当にいろんな方が通られる、使われると思うので、通勤通学にもすごく便利ですよね。はい、そうです。虹のバス停では佐賀駅方面はもちろん、小木方面や古湯北山方面への乗り換えにも非常に便利なんですよ。虹のバス停を過ぎて左折をしましたね、はい、ということはここから小木方面へ向かうということですね。はい、学校前です。バス停を降りた目の前が学校になります、うん、この近くには昭和バスの佐賀営業所がございます。ここから旧道の方に入っていきます。あ、こっちですね。はい、中国です。今回はここで降りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、到着しましたね、はい、この辺りだと大和中央公園すごく近くですよね、はい、体育館があったりテニスコートがあったり、ソフトボールだったら4面使用できるグラウンドがあったりと、本当にスポーツする方便利ですよね。はい、そうです。そして隣には花菖蒲園があります。6月頃には綺麗な花菖蒲が花を咲かせます。今回は神崎三手線と中国線をご紹介しました。どちらの路線も佐賀市街地から郊外に行く路線ですので、また乗ってみると新たな発見があるかもしれませんね。はい、ぜひバス路線のご利用お願いいたします。はい、ということで今日は2つの路線をご紹介しました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。